ポンペイの創造図アボンダンツァ通りポンペイはイタリアナポリ近郊にあった古代都市。79年のある昼過ぎ、ベスビオ火山噴火による火災流によって地中に渦漏れたことで知られ、その遺跡はポンペイ、ヘルクラネウム及びトレアンヌンツィアータの遺跡地域の主要部分としてユネスコの世界遺産に登録されている。イタリア先住のオスキニ人とヒー個人によって集落が形成された。 紀元前7世紀頃は、猿の川の川口付近の丘に集落があった。その後紀元前526年から、エトルリア人に占領されたが、ポンペイ市民は、イタリア南部に居住していたギリシャ人と同盟を組み、紀元前474年熊前の海戦で支配から脱した。ギリシャ人は、その後ナポリ湾を支配した。紀元前5世紀後半から、サムニウム人の侵攻が始まり、 紀元前424年にはサムニウム人に征服されることとなった。サムニウム人はまたカンパニア全体を支配した。この時代、ローマがポンペイを征服したという説があったが、現在この説を裏付けるものはない。カンパニアの諸都市が同盟死戦争と呼ばれる戦争をローマに対して起こすと、ポンペイも反ローマ側に加わった。しかし、紀元前89年、 ルキウス・コルネリウスらによって町は征服され、ポンペイは周辺のカンパニア諸都市とともにローマの植民都市となった。ローマの支配下に入った後のポンペイの正式名はコロニア・コーネリア・ベネリア・ポンピノーラムとなった。ポンペイは港に届いたローマへの荷物を近くのアッピア街道に運ぶための重要な拠点となり、以後は商業都市として栄えた。召喚に残っていた。 壁画町の守護者は、美と恋愛の女神はエノスであった。娼婦の館などが発掘され、ここで男女の交わりを描いた壁画が多く出土したことから、現代ではポンペイは、快楽の都市とも呼ばれる。ただし、この町は、商業も盛んな港湾都市である一方で、火山噴火までは、ぶどうの産地であり、ワインを運ぶための壺が多数出土されていることから、 主な産業はワイン醸造だったことが伺える。五番の目上に通りがあり、大きな通りは石により舗装されていた。市の中心には広場もあり、かなり計画的に設計された都市であることもわかっている。また当時は性的におおらかな時代であり、ポンペイのような商業都市には商人向けの商婦館のような施設は多かったという主張もある。 79年のベスビオ噴火による高架火山灰の被害地区、火砕流による被害地域よりもはるかに広い遺跡内の通り、車道と歩道が区分され車輪を通すため飛び石状になった横断歩道もある。62年2月5日に発生したポンペイ地震により、ポンペイや他のカンパニア諸都市は大きな被害を受けた。再建作業はされたが、 不完全な状態で79年8月24日以降の午後1時頃にベスビオ火山が大噴火し、一昼夜にわたって火山灰が降り続けた。翌25日の噴火末期に火砕流が発生し、ポンペイ氏は一瞬にして完全に地中に埋まった。後輩はその後も続いた。軍人でもあった博物学者のガイウスプリニウスセクンドゥスは、 ポンペイの市民を救助するために船で急行したが、煙に巻かれて死んだことが、老いのガイウスプリニウスカエキリウスセクンドゥスによる、当時の記述から知られている。当時、唯一の信頼できる記録は、ショープリニウスが歴史家ダキトゥスに宛てた手紙である。これによると、ダイプリニウスは、ベスビオ火山の山頂の河口付近から、松の木のような形の暗い雲が、山の斜面を急速に下り、 海にまで流れ込んだのを見たと記録している。河口から海までを覆ったこの雲は現在では火砕流として知られる。これは火山が噴火した時に高温ガスや灰や岩石がだれのように流れる現象である。プリニュースは爆発時に地震を感じ地面は非常に揺れたと述べている。 さらに灰がどんどん積もり、彼は村から逃げなければならなかったが、海の水がみるみる引いていった後に、津波が起きた。ただし、当時のヨーロッパ人は、津波という言葉を持っていなかったので、プリニウスの表現は違っている。プリニウスの記述には、太陽が爆発によって覆われてよく見えなかったと続き、大プリニウスはこの現象を調査するために船で、再び陸に向かったが、窒息して死んだ。 噴火直後に当時のローマ皇帝キトゥスはポンペイに役人を派遣するが死は壊滅した後だった。市民の多くが火災流発生前にローマなどに逃げたがこれら一連の災害により地震の前には2万人程度いたポンペイ市民のうち何らかの理由で町に泊まったものの中から逃げ遅れたもの約2000人が犠牲になった。19世紀に発掘されるポンペイ発掘された肖像が フレスコ、国立ナポリコー古学博物館噴火によって、壊滅した後は二度と集落が作られることはなかったが、その後千年以上、町という地名で呼ばれたほか、散発的に古代の品が発見されたので、下に都市が埋まっていることは知られていた。1738年に、ヘルクラネウムが、1748年に、ポンペイが再発見され、建造物の完全な形や、 当時の壁画を明らかにするために断続的に発掘が行われた。これはドメニコ・フォンターナという建築家が猿の川沿いを掘っていた1599年に遺跡を見つけてから150年が経過していた。この時点までヘルクラネウムとポンペイは完璧に消滅したと考えられていた。いくつかの男女の交わりを描く美術品は最初フォンターナによって発掘されたが、 将来考古学者によって再発見された方が重要性がわかるであろうと判断したフォンターナ自身が埋め戻したとされる。ただしこれには明確な証拠はない。ポンペイのナルキッソスの絵、ポンペイとその周辺の別荘からは多数の壁画が発掘され、古代ローマの絵画を知る上で重要な作品群となっている。ポンペイの壁画の様式には年代により変遷が見られ、主題も 生物、風景、風俗、神話と多岐にわたっている。男女の交わりを描いた絵も有名で、これらはホルームや浴場や多くの家や別荘で良い状態で保存され続けていた。1000平方メートルの広さを持つホテルは街のそばで見つかった。現在、このホテルはグランドホテルミューリーシーンと呼ばれる。ポンペイの壁画が豊かな色彩を失わなかった秘密は、 この町を襲った悲劇にあった。79年のある日、町の北西1 0トルにあるベスビオ火山の噴火により押し寄せた火砕流や有毒ガスがポンペイの人々の命を次々と奪っていった。一瞬にして5メートルの深さに町全体を飲み込んだ火砕流が当時の人々の生活をそのままの状態で保存した。ポンペイが 人々の前にその姿を再び表した18世紀半ばから発掘は今に至るまで続けられている。地中から次々と現れるローマ時代の遺品の美しさに世界が驚愕したが、その美しさの秘密は実は火砕流堆積物にあった。火山灰を主体とする火砕流堆積物には乾燥剤として用いられるシリカゲルに似た成分が含まれ、 湿気を吸収した。この火山灰が街全体を隙間なく埋め尽くしたため、壁画や美術品の劣化が最小限に食い止められたのであった。当時の宗教儀式の様子を描いた壁画の鮮烈な色合いはポンペイレッドと呼ばれている。ポンペイの悲劇が皮肉にも古代ローマ帝国の映画を今に伝えることになった。ポンペイは建造物や外区が古代ローマ当時のままの 唯一の街として知られている。後の歴史家たちは、その歴史家の時代のローマは古代ローマをそのまま伝えていると誤解していたが、ポンペイこそが最も純粋に古代ローマの伝統を守り、ほぼ直角に交差する直線の大通りによって規則的に区切られ、計画的に設計された街であった。通りの両側には家と店がある。建造物は一種でできていた。 居酒屋のメニューも残っていて、こう記されている。お客様へ、私どもは台所に鶏肉、魚、豚、クジャクなどを用意してあります。石膏で復元した異体源の噴火時に発生した火砕流の速度は時速 100km 以上で、市民は到底逃げることはできず、一瞬のうちに全員が生き埋めになった。後に発掘された際には、遺体部分だけが腐敗消失し、 火山灰の中に空洞ができていた。考古学者たちはここに石膏を流し込み、逃げ惑う市民の最後の瞬間を再現した。顔までは再現できなかったが、母親が子供を覆い隠して襲い来る火砕流から子供だけでも守ろうとした様子、飼われていた犬がもだえ苦しむ様子が生々しく再現された。この様子は火砕流が一瞬にして、 ポンペイ氏を埋め尽くしたことを示している。この石膏像の製作によって遺骨が損傷したため、ポンペイ市民の法医学的な調査は長らく滞っていたが、オプロンティス総近くの召喚と思われる建物の地下室から老若男女身分がバラバラな54体の遺骨が発見された。彼らは火砕流からは難を逃れたが、火山性ガスによる窒息で死亡して火山灰に渦漏れていた。 野外闘技場跡より、ベスビオ火山を望む街は、一世紀の古代、ローマ人たちの生きた生活の様子をそのまま伝える。焼いたままのパンや、テーブルに並べられたままの当時の食事と、食器、コイン、クリーニング屋のような職業、貿易会社の存在、壁の落書きが当時のラテン語をそのまま伝えている。保存状態の良いフレスコ画は当時の文化をそのまま伝える。 当時のポンペイはとても活気のある都市だった。整備された上下水道の水道の弁は水の量を調節する仕組みが現在とほとんど変わらず、綺麗な水を街中に送っていた。トイレが社交の場となっていたらしく二人掛けのトイレが存在し、トイレは奴隷とその主が共同で使用しており、トイレの壁に見事だと奴隷による落書きが残された遺構がある。発掘された 排泄物や骨の調査から身分によって食事の内容に違いはなく皆健康的な食生活を送っていたらしい。爆発時の街の人口は1万人弱でローマ人の別荘も多くありまた彼ら向けのサービスも多くあった。マケリム、ピストライナム、サーマポリア、コポーリオ、円形劇場などがあり噴火直前までこれらが営業していた痕跡がある。2002年には 猿の川川口にボートを浮かべ、ベネツィアのような戦場生活をしていた人がいたことが判明するなど、現在も新事実が続々と報告されている。市民全員が噴火で死亡し、唯一の生き残りの死刑囚が、ポンペイの町のことを語ったが、誰も信用しなかった。しかしそれは伝説として残り、発掘されることになったという逸話が伝わるが事実ではないと思われる。 火砕流は、歴史的には、稀な現象であり、目撃者はほとんど全員が死亡するので、伝説としても残りにくく、一般人に理解されることは困難である。この逸話は1902年に、西インド諸島のフランス領マルティニーク島にある、プレイ火山で起きた、同様の火砕流噴火を下敷きにしていると思われる。この噴火では、火砕流以外に、麓のサンピエール市で泥流が発生し、 警察の留置場に拘留されていた囚人を含めた3名のみを残して、住民約2万8千人が一瞬にして、ほぼ全滅した。ポンペイの建築物が発掘により、白日の下にさらされたことにより、止まった時計が再び動き出すかのごとく、雨風による普及が進行するようになった。2010年11月8日には、剣闘士の家と呼ばれた建物が倒壊。 翌2011年10月21日にはポルタノラの壁が倒壊している。壊滅的な被害を受ける噴火の発生日は79年8月24日とされているが、18世紀に発掘が開始されて以来発見された衣類、農作物などから実際に噴火したのは8月24日より後である可能性が示唆されていた。また、 2018年の発掘調査では、家屋の壁に木炭で11月の最初の日から遡って16番目の日と書かれているのが発見された。非常に消えやすい木炭という素材で書かれた文字が1年以上も残るとは考えにくいことから、これは噴火が起こった直前の記述と考えられており、実際に噴火が発生したのは79年10月17日以降である。 可能性が指摘されている。ジョン・マーティン作、ポンペイとエル・コラーノの壊滅、1821年、カール・ブリュー・ロフ作、ポンペイ最後の日。ありがとうございます。